臨時代にに関する法律により国事行為を代行する皇族のこと、あるいは当該皇族が用いる職名のことである。日本国憲法第4条第2項に根拠が国事行為の臨時代行に関する法律に詳細がそれぞれ定められている。憲法第4条第2項には法律で定めるところにより国事行為を委任できる旨の文言があったものの、 この大行法制定までは、その委任実施のための法律がなかったため事実上司文化しており、摂政以外の短期的代行を発令することはできなかった。この大行法の不存在がどの程度影響したかは明確でないが、昭和天皇は日本国憲法志向から大行法制定までの間、海外訪問を全くしていない。 天皇が未成年または重篤な疾患等である場合に置かれる殺傷が天皇の人事不正等を想定して皇室会議の義により決定されるのに対し国事皇吟臨時代行の制度は天皇にその発令維持があることが前提となっているため条文上の委任元も天皇自身となっており委任に際して内閣の助言と承認は当然必要となるものの皇室会議の義を経ることは 手続き要件とされておらず、摂政のように、皇室会議等で決定、発令することはできない。委任の対象者は一部の皇族に限られ、その具体的な範囲及び、委任順序は、国事行為の臨時代行に関する法律により、摂政設置の場合と同じと規定されている。皇太子、皇太孫新の及び、王皇后皇太后、太子皇太后内新皇及び、 女王国事行為臨時代行は、摂政とは異なり国事行為のみの代行であり、内閣の助言と承認により、指定された国事行為のみを代行する。委任を受けた皇族が臨時代行をしている状態が解消される、形態としては、委任の解除と委任の終了がある。委任の解除は、委任発令者である天皇による、能動的な委任解消を指し、具体的には、 天皇の遂行不能状態の解消、代行者の疾病等による委任先変更等が該当する。委任の終了は、天皇の意図によらない委任状態の自然終了を指し、具体的には、行為継承、接触設置、代行者の功績離脱が該当する。委任及び委任の解除が生じた場合、内閣はその旨を官方に公示する。 委任の終了の場合はその要因のいずれもがもともと官報に告示されるものであるため委任の終了自体は公示を要しない。天皇が法律、政令、条約の交付文に署名する場合は原本には所定の位置に天皇の名が毛筆で書かれるがそれが官報に交付される際にはそのまま秋人とは活字印刷されず虚名という二文字に置き換えられる。 一方、摂政及び国事行為臨時代行が署名する場合は、まず原本の所定の位置に天皇の御名を代筆し、その左横のしかも字頭を一文字程度下げた位置に、当該摂政等の名を添え書きするが、官報掲載では、御名の痴漢表記の左行のあざとを一時下げた位置に、摂政名または国事行為臨時代行名という痴漢表記がなされることとなっている。 署名については、摂書及び、国事行為臨時代行の名も牧書されるが、字については、両者独自のものはなく、天皇御辞を押すのみとなる。国事行為臨時代行の制度を定めた法令の条文では、国事行為の臨時代行、国事に関する行為の委任による、臨時代行のように女子等を含んだ状態でしか、登場せず、その他の各種法令の原本にも代行者の実名は、書かれても、 看語的な国事行為臨時代行の文字は登場しないことを考えると、当該女子なし表記を正式な職名と扱うことの妥当性については厳密には法的根拠がないとも言い得るが、一方で官方掲載時の痴漢表記の公的な性格からすれば、国会及び内閣ではこの女子なし看語的表記を正式な職名とみなしているものと考えられる。なお、政府は、 1988年12月16日官報掲載の昭和64年新年祝賀の儀を行われる件において天皇陛下に代わり国事行為臨時代行殿下は宮中において次のように祝賀をお受けになるとの表現を用いている。これは実際に天皇の代理行為を担う折衝。 国事行為臨時代行の故障を担っていない皇太子等の故障よりも優先させる、官令殿下または、摂政皇太子殿下とは、呼ぶが単なる皇太子殿下は、未位としては、用いるが職位としては用いないに沿ったものである。日本国憲法において、明確に、国事行為とされている行為以外の天皇の行為のうち、公的行為にあたるものにおける代行者の故障については、名代国会、 官長等における経営表現ではご名代マイナスが用いられる。ありがとうございます。